皆さんこんばんは。本日の試合はアルティプラーノブナン対ハイフォンアスレティック埼玉スタジアム2002よりお届けしてまいります。解説は北澤さん、実況ジョンカビラでお届けしてまいります。さあ北澤さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ両チームイレブンが姿を現します。ブナンこの試合 4-4-2 というシステムで臨んでいます。どうご覧になりますか？そうですね、バランスの取れたシステムですよね、はい。まあ、4-4-2 のフラット型、うん、ダイヤモンド型、まあ、どちらのシステムにしても重要になってくるのがサイドバックですよね。なるほど。まあ、そこがオーバーラップすることによって中央にバイタルができやすくなりますし、うん、中盤の選択肢を増やすことになりますよね。なるほど、サイドバックの上がりがポイントになってくるんですね。ただダイヤモンド型の場合、はい、トップ下の位置に入る選手が、まあ、サイドの役割もするので、うん、まあ、その場合はフラット型として考えるか、あるいは守備に専念するサイドバックになるのか、まあ、結局はチームによってそれぞれの意図が強く出るフォーメーションですよね。なるほど。さあファーストハーフ見ていきましょう。アルティプラーノブナン対ハイフォンアスレティック、エキシビションマッチがどうだ。このシュート、スルーパスにうまく反応してシュートまで持っていきました。いや今ね、長いパスが通ってチャンスかなと思ったんですけどもね。アルティプラーノブナン、今のは攻守が一転して逆に危なかったですね。そうですね、今のカウンターを食らいましたけども、攻めている時こそ相手はカウンターの準備をしていると思った方がいいですよね。まあ、そういう意味では嫌な時間帯や局面でボールを失わないことが大切ですよね。裏のスペースを狙う角田、前線にボールを送ります。ロビンソン、遠藤、アンディ・ドーソン、チャンス、ミドル、いやポスト左をかすめていきました。まあ少し距離はありましたけどもね、どんどん狙っていく姿勢が大事ですよね。裏へ届くか、ホドルシュ、ロド、ズラタン、アンディ・ドーソン、長いボール縦へ、スルーパスを出す、カウンターを仕掛けます。うまく飛び出してシュートまで持っていったんですが、これは決まりません。ディフェンスラインの背後ですよね、チャンスありますよね。アルティプラーノブナ、なんとか今のシーンしのぎましたね。こんなチームが相手の時は、攻めている時こそ危険なエリアをケアすることが必要ですよね。ただ攻撃ミドル、これはちょっとコントロールできませんでした。アンディ・ドーソン、大きく縦へ、ロド、裏へのスルーパス、シュート、防ぐ、これはよく止めました。いや今のは決められてもおかしくないですよね。ファインセーブですね。アルティプラーノブナ、今のカウンターは危なかったですよね。いい攻撃をしていても相手チームは奪ってからのシュートまでの速さを持ってますからね。常にリスクマネジメントを頭に入れといた方がいいですよね。エイリースペースへ出す、このスルーパスは通りません。中田、さあ前半ここまでは両チームともに0対0のスコアです。スペース出ましたね。ちょっと危ないぞ、このパスは自分で行く、どうだ。ハイフォンアスレチックは選手交代のようです。武藤、長いボールを送ります。マリカ、裏を狙っていきます。シュート、天壁、いやファインセーブです。いや素晴らしいですよね、ファインセーブですよね。ここで見せてくれます、ヘディング、もう一度来たー。
さあまずは先制、こぼれ球に反応しきっちり詰めていきました。まさにポジショニングセンスが光ったゴールですよね。しっかりと次のプレーを予測しているので反応ができるんですよね。見事ですね。ハイフォンアスレティック先制1対0です。1点先制しましたけど安心はできないですよね、はい、当然相手はアグレッシブに攻めてくるわけですから、ええ、攻守のバランスをうまく取っていかないといけませんよね。なるほど。抜けてくるクロス、頭できた、決めた、連続ゴール、ハイフォンアスレティッククロスに頭で応えました。焦らずにね、落ち着いたヘディングシュートで見事なゴールだったと思いますよ。今日2点目です。さあハイフォンアスレティック得点を重ね2対0という展開。こう立て続けですと勢いがありますよね。相手チームメンタル面でダメージ食らったんじゃないでしょうかね。中上げる、頭だ、ゲット、この短時間で追加点、ハイフォンアスレティック。ただいまの得点、中盤で奪ってからの攻撃どうご覧になりますか。いや、チーム全体で非常にうまく攻めれましたよね。奪ってからフィニッシュまでの流れ、お手本になるような見事なカウンターアタックでしたよね。ハイフォンアスレティック現在3対0と相手を多く突き放すリードをしています。いや止まらないですよねこの勢い。何来た、シュート、しのぐ、これはキーパーがいい反応でした。絶好のチャンスでしたけどもね、うまくコントロールできなかったですね。この難しいボールによく触りました。アリシェ、やはりここで蹴ってきます。いやピンポイント狙ってきますからね。さあ来た、シュート、いや追加点、ハイフォンアスレティック怒涛の追加点。素晴らしいハットトリックです。さあハイフォンアスレティック現在圧倒的な強さを見せています。いやこのチームのポテンシャルですよね。もちろん流れもありますけども、こう見てるとチーム全体が流動的で選手間の意思疎通が取れているなと思いますけどもね。もう一つ前に行きたい、ミドル、シーノーグ、いやファインセーブです。奪った後に早いですよね、ゴールまでの仕掛けが。今のはなんとかカウンターを回避したというシーンでしたね。そうですね、今のカウンターを食らいましたけども、攻めてる時こそ相手はカウンターの準備をしていると思った方がいいですよね。まあ、そういう意味では嫌な時間帯や局面でボールを失わないことが大切ですよね。武藤、足元狙う、危ない、シュート、左にそれます。絶好のチャンスでしたけどもね、フィニッシュがちょっと甘くなっちゃいましたね。もったいない気しますけどもね。中央へ切り込む、裏のスペースへシュート、うわー、まだる、どうだ、おっと、シュート、決めた、
連続ゴール、ハイフォームアセルティック、いやよく反応しましたね。セカンドボールをあらかじめ予測しておく、非常にポジショニングセンスが光ったゴールになりましたよね。実に落ち着いてましたね。今日2点目のゴールです。さあハイフォームアセルティック、このゲームの主導権を完全に抑えています。いやこうやって追加点が決まることは絶対、どうだシュート、ルーズボールになる。アルティプラーノブナ一旦クリアで落ち着かせます。ミドル触れた、また打ってきた、防ぐ、おっとルーズボール。アルティプラーノブナあわやというシーンでしたが、ここはしのぎます。上がっていけるか、まだある、また打ってきた、来た、追加点、この短時間で追加点。ハイフォンアセルティック、いやよく詰めていましたね。これ落ち着いてましたね。結構とっさに吹かす選手が多いんですけどもね、しっかりと次のプレーの予測ができていることなんじゃないでしょうかね。素晴らしいゴールですよね。おっとこれは試合を止める笛のようです。積極果敢な攻めが印象に残ります。ハイフォンアセルティック調子いいですよね。リードして前半を終えたわけなんですが、どのようにご覧になりますか。抑えたというよりもね、はい、攻め続けたことによって相手側にチャンスが生まれなかったんでしょうね、うん、この好調がね後半も長く続くかですよね。なるほど、大量リードで折り返します。さあ後半キックオフ、エムポン、ロロ、モドルシキ、中田、さあつながるか、チャンス抜けた、収まった、フリーだ、上げる、ヘッド、さらに来る、追加点。ハイフォンアセルティック大量リード、ここはいい位置に詰めていました。いい反応でしたね。セカンドボールをきっちり競争したポジショニングを取って、落ち着いて枠に流し込んだいいゴールですよね。監督の采配見事的中という感じでしょうか。投入直後のゴールです。いや監督見事な采配でしたよね。選手としても交代直後に決めることができたので、ここからいい形で試合に入っていけるでしょうね。中田、ロビンソン、ポドルスキ、サイドを走る、右サイド上がっていく、クロス、シュート、きたー。ハイフォンアセルティック全く手を緩めません。頭で流し込んだ、見事な一発、いいシュートでしたね。焦らず落ち着いてしっかり頭で決めてきましたからね。いやこうやって追加点が決まることは全体的にチームが乗ってきてると言ってもいいんじゃない。ミドル、うお追加点、いや素晴らしい。ハイフォンアセルティックどこまで点差を広げるんでしょうか。鋭いボールゴールへと突き刺さりました。コースを狙って振り抜いていった感じですよね。気持ちで打ち込んでいったシュートに見えましたね。これは今日2点目です。こう立て続けですと勢いがありますよね。相手チームメンタル面でダメージ食らったんじゃないでしょうかね。レイ裏へのスルーパス、このパスが抜ける、鉄壁、
危ないシーンでしたが最後の最後までボールから目を離しません。奪ってから鋭い攻撃ですよね。ゴールを目指すっていうね、はい、そういった意思を。頭、これはよく止めました。ハイフォンアスレティック決定的なチャンスを迎えたシーンでした。ハイフォンアスレティック固いディフェンス、スルーパス、シュート、いやファインセーブです。奪った後に早いですよね、ゴールまでの仕掛けが。今のはなんとかカウンターを回避したというシーンでしたね。そうですね、今のカウンターを食らいましたけども、攻めている時こそ相手はカウンターの準備をしていると思った方がいいですよね。まあそういう意味ではやな。ミドル、普段としては先ほどからディフェンスラインの裏のスペースを相手との距離を置いたマークの仕方でケアしてますよね。そうですね、しかし北澤さん、そうなると相手選手は足元でボールを受けやすくなって、シュート、止めた。今日はセットプレーからの得点がすでにあります。さあどこを狙うか。メダル、おー決まった、追加点、素晴らしいゴールでしたね。ハイフォンアスレティック今日は止まりません。いや止まらないですよね、この勢い。何かのきっかけで一つ乗ってしまうと、こうもプラスに働くチームなんですよね。なんと止めた、これはよく止めました。うん、この距離からも狙っていく姿勢が素晴らしいですよね。いや、いいシュートですよね。ミドル、おー、いや、追加点、素晴らしいプレーでしたよね。ハイフォンアスレティック容赦ない一発。いや、今のは見事にスペースを有効活用できましたよね。そうですね、やっぱりこういう状況をたくさん作れるチームが得点につなげる形というものを持ってますよね。イメージとしては相手ディフェンダーを浮かせる形だと思うんですけども、いいタイミングでシュートを打てましたよね。今日2点目のゴールです。いや、このチームのポテンシャルですよね。もちろん流れもありますけども、こう見てるとチーム全体が流動的で選手間の意思疎通が取れてるなと思いますけどもね。狙う、止めた、いやファインセーブです。この距離から打つ姿勢がいいですよね。まあ、今みたいに打てるときにどんどん狙っていく姿勢も大事ですけどもね。頭できた、シーマーグ、もうこれいいですよ。ボールが上がる、触れなかったか。ロロ、なかなか繋がらないですよね。アスレティックさらにさらに点差を離していきます。さあ今のゴールですけれども、奪ってから早かったですね。そうですね、あの位置でカットできる集中力の高さですよね、はい、それを確実に決めてくる決定力の高さ、これも見事でしたよね。そうですね、
こうやって追加点が決まることは全体的にチームが乗ってきてると言ってもいいんじゃないでしょうかね。非常に意味のあるゴールと言えるんじゃないでしょうかね。うわー、決まった、追加点、素晴らしいゴールでしたね。ハイフォンアセルティック、さらに突き放します。思い切り振り抜いて打ったボール、ゴールネットに突き刺さりました。いや、なかなか止められないシュートですよね。これは打った本人も手応え感じたゴールだったんじゃないでしょうかね。今日2点目です。いや、止まらないですよね、この勢い。何かのきっかけで一つ乗ってしまうと、こうもプラスに働くチームなんですよね。ミドル防いだ、これはよく止めました。いい姿勢ですよね。この積極性が大事ですよね。好セーブを見せました。ハイフォンアセルチックは8本目のコーナーです。勝負のシーン、さあシュート、縦へのボール、ズラタン、長いドリブル、ミドル、なんと止めた、ルーズボール、ハット、これはどうだ、なんと止めた、これ仕掛けるか、もう一度来た、ポストに当たる、危ない、まだある、来た、上げてくる、ドシュート、来た。ハイフォンアセルティック、今日は止まりません。これは一瞬のスペースを見逃さず、プラスの判断ができた結果生まれたゴールと言えますね。そうですね、これはワールドクラスのゴールですよね。これくらいの選手になるとフリーで受けるタイミングっていうのが反射的に体に染み付いているんでしょうね。いや、見事なゴールでしたね。今日3点目、ハイフォンとしては立て続けですからね、乗ってきてると言えるんじゃないでしょうかね。手元の時計3分を切っている状況、ホドルシキ、中田、ズラタン、ここで前を向けるか。普段としては中央突破だけでなくてサイドも使ってね、攻撃パターンを変えていくっていうのもいいと思うんですけどもね。自分で行く、クロスを選択、ヘディング、いや、ファインセーブです。ここで笛です。ハイフォンアセレティック完勝です。見事に勝ちました。さて北澤さん、ゲームを振り返ってのコメントお願いいたします。ハイフォンとしてはいい勝ち方をしましたよね。自分たちの持ち味を最大限に発揮して、その上で非常に魅力的なサッカーを展開していましたよね。素晴らしかったですね。